上だな。 そこに何かあるぞ。 それでいい。なかなか似合うじゃねえか。
街を調べてみよう。双眼鏡がある。あれで見てみるか。あいつ、さっき見失ったやつだ。地下に降りていったな。そこに奴らの拠点があるのかも。何回も逃がしてたまるかよ。追うぞ。してないだろ。もう大丈夫だよ。なんか買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。
よし、また強くなったな。 痕跡が消えた。このまま進むぞ。何かあるはずだ。 いねえが、化け物はいるみたいだな。そんなところばっかりだな。気を引き締めろよ。道連れなんて嫌だぜ。勝手に人の体に入ってきたくせに。
タバコのこと考え必要これで敵の動きを止められるぞ無駄遣いするなよ。わかってるよ。の中を歩いたのは初めてだよ俺は仕事で何度かあるぜ国の番犬ってやつかそっちじゃないな化け物退治の方だよ奇妙な現象が歓迎されてんだと思えもう少しおとなしい歓迎がありがたいよところがあったんだな誰も気づかなかったのかああこの東京で誰にも知られず地下で蠢いてきたんだ化け物そのものだな高校にあいつがいるのかだといいがな待て何か感じねえか警備員ってわけあいつが近い証拠だ絞り上げて発火する何だよこれうろたえるな一斉に行くぞ聞いたのかああこの調子でコアを露出させろ
構えが似ている。何するな、あの化け物動きがいいぞ。分かってる。何の化け物がわめいてるんだろう。ないじゃない。またそうやって逃げるの？逃げてるだけじゃ何も変わらない。違う、僕はただ違うんだ。戻ったのか。KK 引き剥がされた。じゃあなんで僕は生きて。マリオ、どう探せば。
あそこなら。KKの力がないから正面突破は難しいな。よかった。